今回の作品は、昨年の秋から準備を始めまして、冬の、アーツ前橋でのレジデンス事業を通して、積み上げていった作品です。最初来る前に、この前橋について調べたり準備をしてきて、まあ、この群馬、まあ、前橋という場所でどんな作品ができるかっていうのを期待してきました。でその中で、まあ、いろんな情報や文献をもとに作品を計画していたんですけれど、やっぱ実際に見ると何て言うんですかね、思っていたものと全然違くて、前橋に来るのが大体もう20年ぶりぐらいに、自分のふるさとである群馬県に戻って、見た光景が思ったよりも変わってなかったっていうのが衝撃だったんです。だから全く違った風景を期待してきたら、思ったよりも過去の記憶の痕跡がいろんなところにある。なんかそうすると何ていうか、そういった痕跡をもっともっと掘り下げていきたいということで、今回の作品に触れてきたっていうところがあります。でやっぱその中で、正直触れてすごく懐かしかったのが、なんていうんですかね、ヤンキーの人たちで、まあまあ、いわゆる元ヤンと言われてた人たちなんですけれど、なんかそういう、なんていうの、歯切れのいいコミュニケーションとか、なんていうんですかね、すごくこの土地に愛着が持っていたり、あるいは仲間意識が強い、すごく絆がある人たちと交流する中で、あ、この人間関係というかコミュニケーションって、あ、自分が中学校小学校の時にすごく心地いい体験した記憶だなっていうのがすごい呼び起こされて、その群馬らしさって何かっていうのを掘り下げた時に、やっぱりこの群馬出身の自分だから語れるものがあるんじゃないかということで、まずこのヤンキーというその自分が過去に触れた懐かしい記憶から出発しました。でその中で、やはりこの赤城山という土地もとても大事であるということも関連して、まあこの何て言うんですかね、いわゆる郊外、その都市の周辺にへりにあるこの群馬という場所で、なぜこういうアウトロー文化が生まれるのかとか、なんかそういったものをまあいろいろと掘り下げてつなげていく中で、今回の赤城山リミナリティという、まあ、ちょっとある種飛躍した、国定忠治や、あと暴走族、あと山伏、異なる時代のアウトローをつなげた一つの物語を展開したいなって思ったところです。はい、まあ、ボケとツッコミじゃないですけれどまあ割と僕はこう作品、こんなものを作りたいっていうふうに具体的なものを提案することに対して、少し冷静になる一言をくれたり、あるいはそのバックボーンをもっとこう太く強くしっかりしてくれる言葉を与えてくれる、なんかそんな関係性の中でやってきました。うん、だからその僕一人ではきっと作品にはたどり着けたと思うんですけれど、まあ、その石倉さんのツッコミというか、あるいはこういろんな情報を与えてくれたり、なんかそれが二人にとっても全く想定外の方向にそれぞれ進んで、なんか二人だからできたことっていうのは大きかったなって思ってます。なんていうか、まあ、最初その滞在制作で作りたいものっていうのは想定してきたんですけれど、まあ、そこからどう変わっていくかっていうのが僕は制作の中で一番大事にしているところで、その想定外の方向に行ったり、思わぬ出会いとつながったり、そして作品が、いや、まあプロジェクトとしてどん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 発展していくことがすごく喜びというか快感なんですね。なので最初想定していた制作物とは違うんですけれど、この思わぬ方向に広がっていく、なんかそういった出会いができたのは、やはり滞在制作、長い時間関われたからできたのかなと思っています。赤城山の知識というのは、小学校の時に行った
林間学校の、泊まった場所が赤城山だっていうぐらいで、あとはこう自分が住んでる場所からこう 田んぼから向こうに大きくそびえ立って、そこから冷たい風が吹いてくる場所という知識しかありませんでしたね。ただなんかそれってすごく僕にとっては見慣れた風景だったし、特別意識することはなかったんですけれど、本当にその20年ぶりぐらいに訪れた赤城山、特にこう高崎から電車に乗ってだんだんと前橋が近づいてくると、すごく大きくそびえ立つ赤城山に対して、なんていうんですかね、こう懐かしさを超えたもう自然の力みたいのをすごく感じました。なので、まあ、その赤城山がものというよりも時代を超えた大きな、そのあらゆる時代に、なんていうんですかね、長い時間ずっとそこにそびえ立っていた、なんかこう人々が集う生態系のような、なんかそういったものを連想して、やはりその存在感がなんか多くの、 その赤城山周辺に住んできた人に与えてきた影響とか、なんていうんですかね、もうなくてはならない存在、確固たる存在としての姿が、すごく意識されたっていうのが今回の赤城山の新しい発見でしたね。はい。